お、マスターじゃないっすか。お疲れさんっす。シミュレーターっすか。それとも得意点でもできました。こちとら準備は万端。いつでも戦場に。そういう話じゃない。は、なんだろう。改まって一体何の話。あっ、これはもしやリストラ。日々増大する魔力リソース、役立たずを切って節約するのは地面乗り。ライダークラスとか他にいくらでも強いやつ、有名なやつがいるもんな。その点俺は地味だし、武器は木刀だし、馬は普段いないし、いいとこなしだ。まあいつかはこんな日が来ると覚悟していたぜ。マスターは俺たちに甘いから、ためらいがあるかもしれない。ちゃんと笑顔でお別れしねえとな。よし、やるぞ。ああ、今までありがとうございました。今後も人類のために頑張ってくれ。違う、違うんだ。これは心の汗ってやつで、涙じゃねえっす。大丈夫、俺も座から見守っているぜ。あ、いや多分無理だと思うっすけど。チョコ。ふんふん、バレンタインデー。ああ、ああ、それか。びっくりした、心臓止まるかと思った。申し訳ねえっす。あ、いや、そうかそうか、チョコレートか。うっす、ありがたくいただくっす。これ食べる時の作法とかあるっすかね。まあいいか。いやー、そうかそうか、リストラじゃなくてほんとよかった。あ、おう。いや、なんか先走りすぎた、申し訳ねえっす。とりあえずこちら慎んでいただきます。お、甘い。そらよっと。よし、よし、絶好調っす。で、思い出したんすけど、バレンタインってお返しが必要なんすよね。いや、あの時は浮かれ放題でまるで忘れてたんすけど、で、今日まで悩みに悩んでようやくお出しすることができるっす。こちら俺からのお返し。俺が求めてやまなかったもの、手に入れたが失ったもの、すなわちデュランダル。のおもちゃ。レプリカっす。いや、さすがに本物を渡すわけにはいかないっつうか、持ってないっすよ、そもそも。模造品なんで。ほら、これ。プラスチックっす。でも、質感とかめっちゃリアルっすよ。あ、まあ、あれっす。修学旅行の土産的なノリで部屋に飾ってくれると嬉しいっす。ああ、どうしたもんかなーって悩んでたら、通りすがりの赤い九兵さんが、うん、玩具であるなら、なんとかなるだろう。それが本物に迫るかどうかは、持ち主次第だがね。とか言ってあっさりと、
行ってみるもんすね。